ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのサザン高等学園前のご紹介です。早速、ダイニングキッチンから見ていただきたいと思います。ですね、この流し台ですね。このファミリーさんタイプの大きな流し台がありまして、ガスコンロは2口タイプがこちらに置いていただくことができますね。で隣に、冷蔵庫ですね。コンセントがありまして、食器棚とか、こっちにね、置いていただくと、まだこっちがね、ドーンと使えますので、ダイニングテーブルでもね、置いていただけるぐらいの、ちょっと広めのキッチンスペースですね。で、こちらには、カラーのテレビ付きモニターホンがありますね。よいしょ。で、南側にですね、この和室が4畳半のお部屋がつながっておりまして、綺麗なね、畳が入ってますね。この畳のいい匂いが。こちら南側ですね、建物がなく非常にすっきりしてまして、このね、今ちょっと紅葉の時期ですけども、いい感じのロケーションですね。ほんと小鳥のさえずりが、空のね、青々としたこの青空、気持ちいいですね。お洗濯はね、非常に本当に快適に使っていただけますね。でこちら、和室の押し入れですね。奥行きが結構ありまして、これ大きなものでも収納できそうですね。よいしょ。では、こちらからですね、玄関がある廊下に通じております。ここはですね、玄関からのね、廊下スペースということで、こちらには収納がなんと2箇所もあるという大変便利な収納スペース。細かくねありますと、いろんなものを収納できますから、お部屋の中の生活感を排除することができますね。玄関にはこのシューズボックスも別でありまして、これも大きいですね。で、洗面所なんですが、ここは洗濯機置き場ですね。で隣に、こちらはシンプルドレッサーにもなってますね。奥が浴室。このね、結構ユニットタイプのゆとりのある浴槽ですね。で、お手洗いはこちらです。ドーンと奥行きのある綺麗なお手洗いですね。で、最後にこちら。洋室約6畳のお部屋ですね。ここも南側に面しておりますので、日当たりがいいですね、南向きということで、この本当に目線にね、建物がありませんので、誰の目も気にすることなく、こちらでのびのびと快適に暮らしていただける、そんなサザン高等学園前、ぜひご検討ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のバスケで皆様のご来店をお待ちしております。